いやなんでそことなんでそこなのっていう話ですえ今回はバッテリーのブースターケーブルの手順がなぜそうなのかっていうのをちょっと解説したいと思いますちょっとこの紫の担当がバッテリーが上がった車だとしてまあ今ここから始まって赤のプラスで行って救助する側がプラスに行くんですけども まずなぜその順番かという時なんですけども今もうプラスつないでる状態ですここにプラスがつないだってことは反対側のクリップもバッテリーのプラスを持ってますこの状態でこのクルタントのボディに当たるとショートします危ないですよねでもさあこっちを今度はコンテにつなごうと思って間違ってボディにパチンパチンしましたおっとマイナスにまいっちゃいました でもまだこっちの車とこっちの車はマイナスはつながってないのでショートしないんですつまり危険なところはこっちの車体だけってことは一番最初こっちのワニ口クリップつける時はこっちの反対側を地面に遊ばせておけば安全なんですこの状態でプラスをこっちにつけます 仮にマイナスからケーブルをスタートさせてしまうとプラスを接続するときに絶対ボディに当ててはいけないっていう危険性が生じますなのでプラスから先に行きますで次の手順が今度はこっちのマイナスでこっちのマイナスが反対側があるんですけどもこっちのマイナスが危ないとこっていうのはもはやこの赤いケーブルしか ないですこっちのマイナスが赤いケーブルに触れること以外はどこに当たっても差し支えない状態になります。で最後に持っていくのがここのマイナスに行きたいところなんですけども一応セオリー的には車の金属部分エンジンハンガーとかのところになるんですけどもなかなか今ない車が多いんですけども、まあ、ちょっとかろうじてこの車。 ここにあるので塗装されていないむき出しの金属部分に接続します。はい、で思うはずです。なんでそこと何でそこなのっていう話です。みんな今までプラスもバッテリーのターミナルできたのになんで最後のマイナスがそこなのかということなんですけどもえっと一番最後今プラスから回って。 プラスプラ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 マイマイマイで変えてきたんですけどもこの一番最後のマイナスを接続するにパチッとこう噛んだ時実はちょっとこっちのバッテリーが弱ってれば弱ってるほどちょっとパチパチっとこう火花が飛ぶことがあるんですでこの火花なんですけどもここのバッテリーのこのキャップ実は バッテリーっていうのは充電されていると水の電気分解によって中から水素ガスが発生するんですその水素が逃がすための穴が開いてるんですけどもその水素に引火して爆発する可能性があるっていうことで最後のパチッと飛ぶ火花をバッテリーから遠ざけるっていうことになってます。ですけども正直 調べてもここがない場合はここでも可能ですって大丈夫ですっていう書いてるのも結構あります、まあ、そのぐらいそれぐらいで爆発することがまずないのが現状です今絶対ないとはもちろん言い切れないんですけども、まあ、見たことも聞いたこともない症状ですそもそも充電してる状態でないとガスは出ないので、まあ、この現在今バッテリー上があって充電されてない状態エンジンもかかってないので 充電されてないので水槽が出てないことになるのであの基本的には大丈夫なんでしょうけども極力こういうふうにしてくださいということになってます。でマイナスをつける順番なんですけどもプラプラマイマイでこっちの救助する側のマイナスを先につけて救助される側のマイナスを最後につけるこの順番っていうのもさっきのこの爆発の観点からいくと かけてあげる救助する車っていうのはここまでエンジンかかって走ってきたわけです。ってことは今の今まで充電されてたので多少なりとも爆発する危険性もあるってことですなので火花が散らない方を先につけて最後に火花が散ってもより大丈夫な方のさらに場所を離したところにつけてエンジンをかけるっていうのがバッテリーをこの順番でつなぐ。 理由ですまあ知らなくてもいい話かもしれないんですけども、まあ、要は安全対策を取られた最善の結果がこのプラプラマイマイだということを覚えておけばいつか役に立つことがあるかもしれません。